日はコスタリカ在住の、実践実学大学奈良浩一郎教授が来てもらっておりますから、今私が昔1982年に提案し、開発を着手しようとしたニカラグアカナル、ニカラグア運河計画、私のパートナーであったダニエル・オルテガ大統領が、選挙で90年代の選挙で敗れ、チャモロ政権になって、私はその計画から撤退したわけだけども、この2010年以後にですね、中国資本がその計画を引き継いで、ニカラグア政府と中国政府で、この私が提案したニカラグア運河を工事を進めるということを、まあ発表したわけです。それで私も、これは良かったと。この自分が考えたプロジェクトが、私はもうもちろんそれにはもう太刀できないとしてもですね、それに代わって中国帝国の中国がやってくれるならば実現するだろうと3年前は期待したわけだ。ところが今現実はそれがまた止まっているということも聞き、残念至極だと思ってるんだけども、なぜ中国資本がニカラグア運河計画からまた退くような場面になっておるのか、奈良教授の意見を聞いてみたいと思います。どうぞ。そうですね、やはり、中国の、中米およびカリブ海および南米のですね、影響力と経済のその、戦略ですよね。それの一環としてニカラグアに運河を作ればベネズエラから、将来オリノコという、ベネズエラのある地域にある、石油埋蔵量が多いところなんですけども、それを、ニカラグア運河を通して中国に持ってくる、まあ、し、中国の、息のかかった、カリブ海諸国の小さな国からもいろいろな資源とか物資が入ってくるということで、まあ、自分の運河、まあ、自分というか中華民国の運河、アメリカのパナマ運河を頼らずですね、自分の運河を作っていくんだということで、まあ、国家戦略がバックにあって香港の事業化が動いて、で現地で確かに土地を買収し始めてですね、運河計画としてできるところを買収したりですね、あとは、サンファンリバーという、川があるんですけども、これは、太平洋側じゃなくて大西洋側、カリブ海側に出る川なんですけど、そこのカリブ海側のとこで、機械を入れてですね、川の幅を増やしてみたり、やって、まあ、近隣諸国であるコスタリカに対して迷惑をかけて、自然を破壊したと、いろいろと、マングローブとかですね、自然のその、大事な、バランスを取る、部分をこれ破壊せざるを得なかったわけですけど、まあ、そういうこともあって、コスタリカとニカラがちょっと今それ以来国の国交が良くなく、あとはハーグでの裁判をしたりですね、まあ、いろんな余波があるわけなんですけども、それがやはり止まっているという状態ですね。2011年から比べて今の17年、やはり大きな要因は中華人民共和国での不動産バブルの最初の崩壊で、その不動産バブルの崩壊をうまく持続させるために株に持ってってですね、A 株 B 株と中国はあるみたいですけども、その中華人民のその人民の人たちが株を持ってるところでそれでうまくつないでいこうと考えたの、そこもまた崩壊してですね、
あまり芳しくない経済状態を、この2、3年強いてるわけであって、でそれの影響でやはり資金を閉ざされたと、中南米に対して。これはニカラグアだけじゃなくて近隣諸国のいろいろなプロジェクトも全部停止している状態なんですね。だから中国の経済がまた回復するということがあればまた復活してくるんじゃないかという希望だけは残されているわけですね。あと僕はその2011年12年にはですね、コスタリカからニカラガ大使館の大使に会って話してですね、昔チョウドイン総裁というのがいらっしゃって、オルテガと組んでやってたから、うちのこともちょっと考慮に入れてくれというような話を伝えてですね、向こう側も非常にニコニコしながら、あ、投資してくださるんだったらぜひ考えてくださいと。で、まあ、それ一応総裁の方に報告したわけなんですけども、それはまだ生きてると思います。だから主導権を握る握らないか関わらず、一応その、運河だけじゃなくてですね、その運河に関したいろいろな、設備ですね、港湾設備ないし、ホテルないし、町のそのある程度の設備の利権が入ってくるわけですよ。そうすると利権に関しての参加は、ニカラガ政府としてはウェルカムだという声は、当時の大使から、私に対して、伝えていただいたことを、総裁の方に報告させていただいたわけですね、はい、これはね、まあ、パナマ運河は5万トンのやる船しか通れないという、まあ、若干浚渫をやって、少しは大きい船も通れるようになったとは聞いてるんだけど、そうです、はい、まあ、しかし今10万トンは無理でしょう。10万トンは無理です、はい、だからまあ5、6万トンだね、まだまだ。そうですね、だからパナマのあれは、ほとんど日本のあの当時のどこ会長でしたか、うん、温度取りで、長野、あ、長野会長ですか、うん、でもうパナマが、優先的に決まって、で、うん、ほとんどの資金が、まあ、日本からの政府の資金で、拡張計画、それが最近拡張が終わってできましたもう、うん、はい、それが、まあ、5万トンでしょ。そうです、ね、長野さんがやった拡幅工事も、はい、そうです、はい、で私たちはまあそのフラットの運河で30万トンタンカーを行き来さすような往復ですね、はい、川幅を広げると、はい、まあ、もちろんサンファンリバーを使ったわけだけども、はい、そういう、まあ、今の海運業界は5万トンって言ったら、まあ、小さい方だからね、うん、大きなものはもう10万20万になってるわけだから、大型タンカーで運ばなければ経済効率が合わない場合があるだろうから、うん、そうです、はい、そういう意味でまあその10万20万が行き来できる30万トンまでが通れる計画をしとったわけだから、はい、これはぜひ今将来21世紀中に私は完成さすべきだと思ってるわけですよ。なるほど、はい、もう一度まあ私たちがもうねやるって言っても能力の限界があるから、誰か国際組織の中で中国ができないならばやるというところをですね、やっぱり世界に呼びかければね、私は当時もクレムリンでオルテガ大統領とミゲル・デスコートが当時のブレジネフに行って、でブレジネフも全面的にそれやろうと当時のソ連が言ったわけですよ、はい、それを私がまだPLO のアラファト議長に行って、アラファト議長がまたカタフィにも行って、まあ、非常に非同盟諸国で盛り上がって、私がフランスのミッテラン大統領とその打ち合わせに行こうという時に私が経済事件で逮捕されたわけ。それでまあそれ止まっちゃったんだけど、それをやりだしたけれども、今度はオルテガが大統領選挙で負けたと。まあそういうことで、頓挫したわけだが、中国がやらないならばね、
もう一回世界にこの、まあ、5兆円あれば町まで作れる計画だったから、はい、今の物価じゃどうなってるかわからないけどね、はい、5兆円の金をまあそのサウジだとかそういうクウェートだとか、まあ、カタールだとかね、いろんなその国々に呼びかけて集めれば中国一社じゃできなくても世界のやるファンドを設ければね5兆円も集まるとしたもんだよね、うん、だからその当時も総裁が やられた時も、うん、運が、財団法人みたいな形を作ってですね経営権を、ニカラが国内で、作りながら、世界の、いやあれは国際運河開発公団がその工事を買い取ると全面的に引き受けちゃうというね、はい、国の中に作るというよりも、まあ、パナマもコロンビアでやって、いやいや あの当時は総裁の意見というのはものすごいユニークでして、うんうん、そのニカラガが土地を提供すると国際社会に、そうそうそう、だから香港的な形が出来上がってたわけですよ、そうそう、トランスワードシティやったんで、うん、まあ、簡単に言えばそこの地域がの土地がニカラガの中央銀行に家賃を払うと、そうそうそう、まあ、単純に考えてね、うんうん、その構想は素晴らしかったわけですね、うんうん、でそこの構想の経営をする、まあ財団または組織、うんうんうん、これができてなかったわけです、そうそうそう、だからそこができる寸前で私がもうね、うん、しかし捕まっちゃった、だから そこができれば株を売ってもいいし、うんうん、またお金買う寄付を得てもいいし、そうそうそう、そのマンパワーでですね、うんうん、やれたとこまで行ったわけなんですね、だから、うんうん、いずれにしようこの中国側もそれを やってるわけなんですけども、うん、そこの事業家のところのお金がなくなっちゃってるわけですよ、なるほど、だからパンク状態になってるわけですから、うん、じゃあそれを、今度は引き取るないし、また、うん、他国、ロシアも入れたりですね、うん、まあ、いろいろな、じゃあインドも入れたり、うん、ブリック諸国も入れて資金を出し合う、そういう経営をする、うん、ロビー活動をする、人間を雇いながらですね、うんうんうん、これは絶対やらざるを得ないんですよ、うん、やらんといかんねん、そういうことなんですね、せっかくのプロジェクトだ、はい、はい、はい、日本はユーロシアの一員である。